杯元帥、マリージュアで、に対する読者の反応集。街道大将が酔っ払って天竜人の虐殺を。人林大将が食い煩いでマリージュアの無差別破壊を。ルフィ中将がチャルロス星を殴り、サボ中将が金属バットでチャルロス星を叩きつけ、エース中将が飛び膝蹴りでチャルロス星を蹴りました。ガープ中将が便乗してチャルロス星を6回殴りました。杯。白ひげ大将がグラグラパンチでロズワード星を。ヤマト中将が雷鳴八卦でチャルロス星を殴りました。しかもミョスガルド星に雷鳴八卦を教えたそうです。荒牧大将が。大将フジトラが。カタクリ中将が。アルベル中将が。シーザー大佐が。ロジャー大将がチャルロス星を蹴りました。杯、なぜわしに元帥を押し付けた。チャルロス強いな。チャルロスもしかしてゾーン系の能力者。過労死してるよな。ご愁傷様、大変だろう元帥。ロジャー、チャルロス優越。こんなに強い人がたくさんいるのに元帥になった赤犬。みんな、責任から、逃げた。前回もほぼ同じ似たようなスレを多く見るけど毎回笑うのずるいわ。ガープノリノリやんけ。もうやめちょくれ。さすがに痛かったえ、始末書20枚書いてもらうえ。なんで生きてんの。始末書20枚で殴っていいの。そりゃこんだけいれば海賊怖くないし、海軍が世直ししてもまあ、まあ。チャルロスいつも殴られてんな。この世界線海賊絶滅できてそうだけど、うちはもめやらトラブルがくっそうそう。戦国さんどうなってるかな。カイドウが天竜人虐殺とか書いてるけど誰も死んでなさそう。怪我くらいはしてるけど。貴様ら、わち死じゃなかったら死人が出てるえ。君、クソ親父並みに頑丈だな。もう一度雷鳴発揮させてほしい。勘弁しとくれ。この世界は別の意味で七部会必要ないな。海兵。海兵って天竜人を合法的に殴れるんだな。海兵、杯元帥。海兵たちがウキウキしてマリージュアに乗り込んでチャルロス星をリンチにしてます。海兵、しかも海兵志願者がいつもより20倍、理由は天竜人を合法的にボコれるからという理由ばかり。わちしだって怒る時は怒るえ。これも部海兵も結構強い世界だな、民度は終わってそうだけど。天竜人は神なんだろう、ならこれくらい寛大に許すもんだぜ。いつからじゃ、わしが勝手に元帥になってたのは、あれは中将と大将たちが、杯に、と一斉に言ったのを見たからじゃな。もう許さんだえ、元帥の給料1年間なしだえ、代わりには血死の金になるだえ。ついに杯にもぶん殴られるぞお前。わし、お前らのせいで給料ない、無一文じゃけえ。そろそろ自分もやばいかな、と覚悟を決めてるミョスガルド星。海兵、あの、海兵一同によるとむしろチャルロス星が殴られる姿を笑って見ててください、だそうです。いや、あんたみたいな立派な人を殴ったりするほど俺たちもバカじゃねえですよ。ふざけんなだえ、なんであの鬼人は殴られないのにわちしはいつもお前らの的にされるだえ。人を殴るのはいけないことなんです。でも天竜人は神、つまり人じゃないからもう満体、雷鳴八卦。ミョスガルド星、君も僕と一緒にチャルロス星に雷鳴八卦しよう。杯、お前元帥降りろだえ、明日からは血死が元帥になるえ。誰かシーザー大佐に突っ込めよ。どうせジャッジ大佐とクイーン大佐もいるさ。殴られすぎて耐久性だけ4個超えてねえか、チャルロス。こんだけタフなら逆に一目置かれてもいいんじゃないかな。いっそ反乱起こした方が気が楽じゃね、多分勝てるよ。反乱はダメだ、天竜人はストレス発散のために残してんだ。七部会の連中も海軍やってるんだろうな、シャンクスも白ひげも海軍か、絶対この世界で海賊やってる奴は命知らず扱いされてそう。大変です。クイーン大佐が実験と称してマリージュアでエキサイト弾を無差別に放ちました。でもチャルロス星は無傷です。おいクイーン、てめえ何してやがる、危うくニョスガルドさんに当たるとこだったじゃねえか、実験は場所を選べ。もうお前らには頼まないえ。直接は血死がこの大海賊時代を終わらせることにしたえ。ぬすっと情報を真似して一通りの技をコピーしたので海賊ともを蹴散らしてくるえ。これでも食らえチャルロス。みんな、チャルロスが僕たちの代わりに働いてくれるって。よっしゃー、やろうとも、宴だー。乗ったー。お前ら首だえ。マム、死になーチャルロス。チャルロス、
異国はいたえ。大変です、ガープ中将、並びにルフィ中将が革命家ドラゴンを手引きしてチャルロス星でキャッチボールしています。おい坂月、わちしの治療費はすべてお前の通帳からだえ。雷鳴発揮習得ニョスガルド星は正直みたい。いっそのこと、ラグナラクニョスガルド星だな。いや、宝来と大徳も覚えてもらう。すでに習得済みであることをお前に教える。ニョスガルド星は3つの覇気を赤髪レベルで使えるらしいの。なんせ化け物か。大変です。ドフラミンゴ中将が天竜人を糸で操って遊んでいます。大変です。ハンコック少将が天竜人を石化させました。大変です。ジンベイ中将が天竜人相手に100枚瓦聖剣を決めました。クロコダイル少将が、モリア中将が、ミホーク中将が、大変です。ロー中将がチャルロスをみじん切りにして遊んでます。元帥、キッド中将がチャルロスをダムドパンクでレッドラインの奥底に沈めました。海賊、存在してる？赤髪が頑張ってくれ。海兵たちの天竜人暴行を止めようと思って吐き出したら、その場にいた天竜人が全滅したシャンクス大将は？なんで相変わらず坂月が元帥なんだ、白ひげやカイドウがいるでしょうが。戦国、で、誰か元帥を？みんな、坂月にやらせろ。もう奴隷遊びなんてやってられるかえ、自分で殴り合わなきゃこっちの身が持たないえ。天竜人なめんじゃないアマス、こっちもトレーニングして殴り返してやるアマス。ルフィ中将とエース中将がチャルロス星の股間を殴り潰して、サボ中将が鉄パイプで股間を20発叩き潰して、ガープ中将と戦国さんが武装色でチャルロス星の股間を握り潰して、大将シャンクスと大将カイドウがチャルロス星の股間を2人合計100回切り裂き叩き潰して、大将白ひげがグラグラでチャルロスの顔面と股間を殴り、レイリー中将が身ぐるみをすべて奪い、ブリュレ隊を連れ去ろうとしたチャルロス星を片栗中将が獲物でチャルロス星の股間を刺し、アルベル中将がチャルロス星を火だるまにした後海に投げ捨てて、大将荒巻が悪魔の身の鞭でチャルロス星の股間を縛り付けて吊るし上げて2日放置し、リンリン大将がチャルロス星を掴んで建物に100回叩きつけたことで歯が全部折れました。その他中将以上の位の剣が400以上、しかしチャルロス星自身と股間は無事です。さすが天竜人。サンドバッグかよ。大将5人おるやんけ。天竜人だけあってあそこも有難すね。他のメンツを見るにキングが一番マシか。この耐久力からするとやけどに塩水じゃなくて、ただ早めに消化してあげたようなもんだしな。おかきじじいも何やってんだ元帥引退した途端。ガープ、戦国。わははははは。原作キャラ？の荒巻大将、どさくさ紛れに何やってんだお前。坂月元帥へ緊急速報、ただいま大和中将とカイドウ大将がニョスガルド星に棍棒を持たせて、チャルロス星を練習台に雷鳴発揮を教えてるとのこと。ただ、二人ともチャルロス星に全力で技を出してるに加えて、ニョスガルド星も覇気をまとい、何度も何度もチャルロス星を攻撃してるとのこと。もう一周回って平和なんじゃねえか？サクラン。このメンツが全員海軍なら間違いなく世界は平和、内部は知らない。リンリン大将の食いはづらいが、カイドウ大将が酒によって、じゃあ、四季大将もブチ切れて大暴れを。白ひげ大将がなんとか止めてますがよはが、今回で286回目のマリンフォード倒壊を果たしました。よく見たら大将多すぎて草。むしろ海賊やってるの誰だよ。本編海賊メンツは置いといて荒巻何やってんだ。この世界天竜人だいぶおとなしくなってそう。胃が何個あっても足りなさそう。戦国さん何回胃が壊れたかな？これだけ殴られてチャルロス星なんで生きているんだよ。ひき肉の方がまだ原型保っているじゃない。知らなかったのかえ？天竜人とはこういう生き物だえ。こんだけやっても潰れないチャルロスの股間はダイヤモンドか何かか。ちょっと痛かったえ。地味にしてもあいつら殴りすぎだえ。天竜人って頑丈なんだね。もっと雷鳴発揮してもいいかな？もう天竜人さ。海軍は誘拐対応のみして暴行事件は出張らないように制度変えたらいいんじゃない？紙と扱われるだけあってよっぽどのことじゃないとまず重傷を負わないし。大変そうだね元帥、子守歌でも歌ってあげようか？夢の中で仕事ができるんか？うん、だけどいつは1ミリも治らないし、元帥の胃の痛みは概念として完全に根付いてるから。
痛みを耐えながら一人で仕事だね。杯元帥、大変です。海兵衛。ルフィ中将がチャルロス星をまた殴りつけました。杯、あのバカタレは何やってんだ。海兵 B、大変です。エース中将がチャルロス星に対してドロップキックを。杯、海兵 C、サボ中将がチャルロス星を。杯、海兵 D、ロー中将がチャル。海兵 E、キッド中将が。海兵 F、ウタ中将が。海兵 G、ガープ中将が。海兵 H、カイドウ大将が。海兵 I、シャーロット大将が。全国、元帥大変だろ。おい、海軍の英雄。この時代に海賊やってる奴らは何者なんだよ。先代の戦国の胃袋もうなくなってそう。全員に殴られるチャルロスとかいう男。チャルロスの耐久力が4光並み。ちゃっかり歌が海軍に入っててくさ。リンリンがマザーに送られて、カイドウは国から海軍にされて、ロジャーとかと戦ってまんざらでもない世界戦か。チャルロス星殴られすぎて逆に強くなってそう。大将が引退しても時代が安定しすぎてるだろ。多分ガープは孫たちが殴ったからついでに殴ったかん。手を出したことが問題になってるだけで、チャルロス星自体は至って無傷のやつ。チャルロス星が武漢貴族たる天竜人の中でも最強の見聞色使いであることは知っているな。いくらなんでもやりすぎだえ。さすがにちょっとすりむいたえ。もう何回ぶっ飛ばされたかもわからんえ。怒られた瞬間は重傷も重傷だけど、一コマ挟んだら何事もなかったかのように切れてるチャルロス星だな。この面ついて赤犬が元帥って完全に押し付けられたやつでくさ。杯の岩死ぬ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。